お疲れちゃんです、ラットです。なんとですね、皆さん、チャンピオンが大幅弱体化されました。こちらをね、ちょっと見てほしいんですけど、こちらですね、クララ公式がね、ツイートしてるんですが、まあ、メンテナンスがね、先ほどあったんですが、まあ、バグがね、すごかったんですよ。クローンバグであったり、あとはラムライダーがエリジェイのカウンター受けなかったりだとか、まあ、なんかいろんなね、バグがあって、そういったのが治ったんですが、まあ、その中で、チャンピオンのカードサイクルを修正というのがね、あるんですが、こちらですね、チャンピオンですね。まあ、圧着衣がまあ、主に使われてたんですけど、圧着衣を使用します。で、圧着衣がやられたら、ネクストにね、また圧着衣が回ってくるっていう、圧着衣スケルトン、圧着衣みたいなサイクルが周りにあったんですよ。っていうのがなくなって、絶対死んだら、一番最後に回ってくるようになったんですね。まあ、今までのクララと同じか。圧着衣死亡を3枚カードを割いて、もう一回圧着衣っていうサイクルになったので、そこがね、意外と結構弱い。というのもですね、普通のカードって、手札に回ってくるんですよ。マザネク使用します、カードをね、4枚か4枚使用したら、もう一回マザネクが回ってくるみたいな。でマザネク場に2体出せるし、手札にキープできるみたいなあったんですけど、チャンピオンの場合手札にすら回ってこないので、チャンピオン出します、カードを何枚割こうがチャンピオンが死亡してから 1,2,3 枚割かなきゃまたチャンピオンが手札に回ってこないので、カードサイクル的にちょっと遅くなるんですよね。なのでなんかここ最近マジで圧着衣代わりデッキが多かったさ。圧着衣強すぎて、まあ、圧着衣出して死んでもすぐね、そこ圧着衣出して、とりあえず圧着衣出してみたいな、まあ、圧着衣無限ループができたんですけど、それができなくなったので、なんか使ってて結構あれなんか弱くねみたいな、本当にびっくりするぐらい、なんか使い勝手が悪いと言いますか、前の圧着衣よりは断然弱くなったっていうのを感じました。まあ、着衣の使用率がめちゃくちゃ高いのもあるんですけど、他のチャンピオンもでもそう考えると、あれなんか弱くねって感じるかもしれない気がしますね。なんでまあ、これはね、まあどうなるかというかもうわかんないですけど、前シーズンのね、マルチとかもトップ20のうちね、17人ぐらいが、まあラバクロか圧着衣だったんですよ。で、3人だけね、普通のデッキみたいな感じで、まあすごい圧着衣が当たり前、バグが当たり前だったので、まあそこがなくなるっていうのはまたね、今後変わってくるし、チャンピオンのこう立ち位置的なのもね、ちょっと難しくなってくる。なんかそんな強くないカードになっちゃったなっていう印象がありました。でまあなんか他にもね、そのゴール内のね、アビリティが止まらない修正だったりとか、まあいろんなね、細かい修正とか改善がね、あったみたいなので、前のね、バグとかはなくなってね、すぐクララはね、しやすくなったと思います。黒はね、ちょっと減るんじゃないかなと。まあさすがに多かったんでね、はい。まあ、そんなわけで、まあ、今までのね、クララがちょっと戻ってきたんじゃないかな、という感じで、今日もね、やっていきたいと思います。で、まあ、今日はですね、その、まあ、下放されたというか、修正後どんな感じなのかなっていうのをね、まあ、実際にやっていこうかなと思います。で、このロイクね、マルチ上位でもバカ流行ってましたし、まあ、とりあえず最強でしたね。圧着衣無限ループ最強だったので、まあ、それができないとね、どうなるのかっていうのをやっていきます。いや、まあ、なんか、圧着衣とか、まあ、チャンピオンがめちゃくちゃ強かったのは、まあ、他のね、クララ YouTuber もたくさん上げてますし、まあ皆さんもね、何人か使ってる方もいると思うので、わかると思うんですけど、圧着衣回ってこないってなると、もう圧着衣頼りデッキはね、全死亡しますね。なんかここ最近、対空圧着衣だけでさ、もうね、空圧着衣いれば全部守れるみたいな、当たり前とかなんかそんな感じのデッキばっかだったんですよ。まあ8枚圧着衣出して削りはみたいな。そんな当たり前だったんですけど、まあ普通に回ってこないってなると、なんか圧着衣だけで頼れない。対空別のカード準備しとかないとやばいよねっていう話。まあこの普通に圧着衣からの透明化のこの強さに関してはまあ変わんないと思うんですよ。そう、この強さはまあ健在ですね。ですが回ってこないっていうのは結構痛くて。さあ、ここもう一回透明化ね、できると扱ったんですけど、ここで今まではネクストにね、カードサイクル上回ってくることもあったりだとか、なんかすごかったんですけど、ちょっと待って、やばい。やばい、待って、いろいろやばい。さあ、矢の雨使った逆に助かる。ザップ耐えたら死にます。やめてください。打たないでください。祈ります。OK。ちょっとハイスピンの事故とかはもうね、まあ、そういう日もあるよねっていう感じで気にしないでほしいんですけど、やっぱサイクルがなかなか回らないんで、普通のカードだったら、ね、カード4枚割けばもう一回手札回るんですけど、チャンピオン、このね、回ってこないっていう、なんか、これいるのかなっていう、多分、今後もしかしたらなくなって、チャンピオンも番人2体出せるようにならないと、ならないとなんか、弱いんじゃないかなっていう。いや、僕なんかね、強いカードとか、いつも弱いっていうタイプの人なんで、あんまなんか、僕の意見がそんなすごい、なんかね、合ってる、合ってはないんですけど、あんま。なんかでも、死んでから、やっとね、今からなんですよ。1枚、ファイスピースケで、折りで、やっと回るんですよね。
そうなんで、死んで3枚出さないと回んないっていうのはね、痛いっすよね。アチャクイ出してからどんだけ高回転で回してもね、回んないので、アチャクイがいなくなってからですね、対処されてから3枚なので、まあ、そう考えると、うん、高回転アチャクイとかもね、なくなっちゃいますよね。さあ早く飛んでもらってアチャク延命したいんですよね。アチャク延命したい、延命したところでか。で、今からですね、アチャクイがやられました。さあ1枚2枚、で3枚か。だいたいバルーンじゃねえや、全然何のデッキと俺は勘違いしてんだ。さあここね、相手ローエフグで嫌な雨降ってきてますので、同タイミングというかね、速攻仕掛けてあげて、まあ1本持ってくると、まあなんか、なんて言うんだろうな、スキル使ったタイミングは強いんですけど、なんて言うんだろう、その1回強いターンが来て、その後に絶対弱いターンが来ると言いますか、アチャクイ出せないね、回ってこないサイクルが来るので、ここです今、アチャクイが絶対回んないサイクルがあるので、まあそうなってくると、なんかデッキも組みにくいし、どうなんだろうっていう、ライトニングに弱いしみたいな、なんかチャンピオン雑魚じゃないっていう思いがあります、僕はね。まあでもこれはね、ちょっと僕の意見なので、まあわかんないんですけど、まあ人によっては、いやまだまだアチャクイはね本当に強いよ、優秀だよ、今すぐ下方しろって思う方もいるかもしれないんですけど、なんか今までのそのネクストに来る、まあバグなのかね、なんかわかんなかったですけど、まあそういった部分であったりだとかがなんか強かったなっていうイメージですね。普通のカードでね、ネクストとか早めに手札に回ってこなくなっちゃうとちょっと重いしみたいな、ね、まあ、今のステータスのアチャクイならまだ活躍できるかなっていう気はしますね。そうそう、でもネクストのバグとかもなくなって、ただただカード回んないになっちゃうと、なんか他のねチャンピオン系はどうなんだろうっていう気はしてる。さあ今回のやつはペッカ工場か。まあこれは言っていいな、あのセパりたいんだけど、俺ちょっと届いてくれるかな。さあローエフ行ってもらって、ペッコーです。ペッコーで端前アチャクイが強いのもこれはね間違いないんですけど、今までだと端前アチャクイします、でここであのアチャクイ死んでももう一回ねアチャクイ出せたんですよ。でもそれができないってなると、これがねまた難しいところですよ。さあスケデリあたりで押さえてもらって、よいしょ。さあいいね、でウッドぐらいでいいか、ウッドいらないなこれ、様子見てしっかりねコスト使わないでいいなと思ったらもう使わない判断ですね。まあ、デッキ次第では使われるよねって感じですね。アチャクイ単体は強いんだけど、なんかでも衰えをすごい感じますね。うん、だこう考えたらなんかあれですね、もう前どんだけ強かったんって話ですけどね。ライトでワンパン、しかもライトニングで倒されてカード3枚出さなきゃアチャクイ回んないっていうね、なんか逆にあえて温存させられてみたいな、ちょっと怖いですよね。透明か、わざとヒーローを殺さなくて限界までね延命させて、遅れちょっと遅めのタイミングでねヒーローを処理するみたいな、あえてヒーロー殺さないでカードサイクル悪くさせるみたいな、なんかことも、まあ、狙おうと思えば狙える気がしますよね。なんかさあアチャクイ出す、これねこの間もアチャクイない状態でカードが回るので、さあちょっとやばい。さあいやまあ耐えるな、まあ他のカードが強いねってただただデリバリーとか他が強いんで、まあなんとかなっている。これ入っちゃうな、まあまあまあ。サファイブ使ったんで、ロイホグ14はね、強いよね。なんかだって、今回も俺、普通にゴボウリとかさ、他のカードが頑張ってるって感じなんで、まあ、アチャクイも頑張っているか。単純に強いな、強い。強いな、強い。やばい、待って。降りに行く。これちょっとやばいな。汗。やばい。ザップやめて。やばい。やめてほしい。いやー、そのファイブはギリ耐えれる。ああ、耐えれないか。いや、惜しいな。まあなんかでも、アチャクイをやっぱあれっすね。なんか今までは簡単に処されてもすぐ回ったんですけど、
ね、簡単にこうやられちゃうとやっぱ回んないし、5コスで重いしみたいなね。なんかあれだね、今までみたいな感じでやっていくと、なんかあれ今までだったら勝てたのになんか勝てねえなに多分皆さん陥ると思うので、あれファイスピードとか13か何枚かユニレベがね、僕もちょっと上がってないんで、そこちょっと申し訳ないんですけど、スケとかも13だ。今まで通りだとちょっと怖いですが、さあ今回の対戦相手はバレバレです。とりあえずアチャクイ出していきましょう。まあ、この間はアチャクイない状態でサイクルね、もうヒーローマジ場に2体出せるようにしていいと思うんだけどな。どうなんだろう、強すぎるよそれ。全然だよね、場に2枚出ても、場に2枚出ても弱い、弱くはねえが今のアチャクイだったらね。場に2枚出てまあまあ許せるだろう。でこの透明化状態でもファイボで今ノックバックしましたね。多分これも修正でそうなったのかな。なんかね、前まで透明化状態だとノックバックしないとかなんかいろいろありましたけど、まあ、その辺が修正されたヒーローは、ヒーローチャンピオンは対処が非常にしやすくなって、なのでもしかしたらアチャクイじゃなくてゴルナイですね、あっちの方が評価されるかもね。うん、安定感とか。アチャクイなんか落ちたな、もっと強かったんだけどな落ちたなって言ったらかわいそうなんですけど、さあ8枚アチャクイとりあえずね強かったんだよね。でも間違いないこの戦術は。でさあコウモリか、うん、まあ、アチャクイ自体は別にめちゃくちゃ弱いわけじゃない。さあ一発ウッド、まだ前のぶっ壊れを知ってるからこそちょっとなんか寂しいね。ここら辺でメガナイトとかないのかな。メガナイトがないならもう豚飛ばしまくり系でいいんですけど、さあスケブレキター飛ばします。まあ一応ファイスピぐらい添えてあげてね。ファイブを使った、まあ、着衣系です。さあ着衣ウッドはいらねえか、やべ、圧着衣ここで死なせるとやばいんですよ。あのもったいないんですよね。5コス使ってるので透明化したんですけど、なんとも言えない透明化でしたね。俺が下手なのかな、マジ。なんか僕、チャンピオン下手説がね、ややあります。やや、ややだよ、やや。チャンピオンまだ慣れてないですかね、ちょっとだけ。さあ、まあ、豚飛ばして、固めるとどうせファイブ打たれちゃうんでね。で、まあ、着衣ぐらい出してあげて、さあ、ウッド打って、で、まあ、コウモリかわかんないけど。さあ、コウモリミファイス外れました。で、まあ、コウモリかな？いうのを。その辺やってくれるのはありがたいですね。さあ、待って、これやばい。言うの残っちゃってる。バカモーン！さあ、でもうちの豚は1匹すり抜け。よいしょ。で、このデッキなんかね、クエイクだったり、ライトニングだったり、なんかいろんな方があるんですけど、まあ、お好みでいいんじゃないでしょうか。さあ、よいしょ。ファイスピでね、頑張ってもらって。スケで頑張れる？ファイボか？ファイボカースケルトン部隊で守ってきますね。これでも結構入るんですよね。さあ、橋前プリン、こんにちは。で、デリで回収して、後ろスケで抑えて、ファイスピでやりやって、ロイホグからの、まあ、ファイボ防衛かな。スケブで組んだかな。ファイボですね。ファイボ打っても多少入るので、まあ、ライトニングが、420なので、ウッドライト圏内ですね。さあ、マッチョもプレッシャーかけて、ナイスと。いやけど、圧着やっぱ大事にいかなきゃ、なんかね、もうとりあえず出しとくみたいなね、感じだったのが、ちょっと変わったな、やっぱ。まあでも僕は、ちょっと弱い派ですね。ヒーロー、まあチャンピオンか。なんか、圧着い使うなら、あ、じゃあもう今までのマスケのデッキはマスケでよかったり、あ、俺もハンター使うわとか、ね、今まで、マザネクでいいわってなるっすね。なんか、だってこれで5コスなら、ね、カードサイクルもなんかむずいし、不安定になるし、みたいな。それならもう、マザネクね、4コス高回転で回すよね、っていう話になるっすよね。これライトニング打たれたら終わっちゃうし、みたいな。って思ったな。だからめっちゃ減る気がすんだけどな。どうだろう。俺の感覚なんかおかしいからな。合ってんだかわかんないけど、俺はそう思います。減る、めっちゃ減ると思う。ただ減るんじゃない。めっちゃ減る気がする。いやーどうだろう、減ってくれ俺の予想したこと大抵当たんねえからな、当たってくんねえかな。さあちょっと一旦圧着いってみようか。圧着からのまあファルチかゴブリンあたりが来るね。
あ、これでもマッチョのさ、貫通、あ、でも角度がいい。いや、まあ、ここに関しては強い。そう、ここに関しては強いんだな。さあ、耐える。トルネツとか使ったら豚かなと思ったんですけど。まあ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 。今のは強いね。今のは強いんだけど、なかなか回ってこないね。圧着衣が倒れてからなんでね。圧着衣を使ってからじゃないんで、圧着衣が死亡してからカード3枚回さないといけないんで。さあ、バルキリーウッドがね、激しそう。やばいよね、今。強くねって。まあ、これ、ホグ来たら、真っ向正面、マッチョくん出してあげて。さあ、バルキリー頑張る。で、ファイスピアの僕、単体で行ってもタワーまで届かないので、スケでね、スケで一回タグ取れば届くんじゃないか理論。まあ、なんとも言えないですけど。さあ、端前圧着衣。まあ、この強さは、変わんないと思う。さあ、ウッドとかね、やりながら。で、ライトニングあるんで、まあ、打って。いやー、いいね。ライトが刺さるね。さあ、ローキー削り。まあ、これ、ウッド早めに来たら、ファイスピが無能だけど。さあ、で、ゴブリンか。うおー、君、天才避けたな。さあ、そして、豚順で。今、まあ、ゴブリンいるけどな。ゴブリンとやっぱ単体とかしかないんでね。相手がなんか、小物系とかさ、めちゃくちゃフィジカル硬いね。なんか、カードがない限りは、まあ、単純に圧着衣の性能は強いね。まあ、こうなるとなんかあれ強くねっても感じるんですけど。まあ、その相手にもよるけどね。速攻処理されてしまえばいいけど。さて、この間にね、檻が回ってくるのが、このデッキの強いところ。まあ、ただマッチョが強いな。本当に。マッチョが強いだけなんだよね。まあ、ロケ打たれても打たれたで、結局僕ライトニング削りできるんでね。さあ、ウッドで全剥がしして、いやー、マッチョ圧着衣。さあ、あと73ですね。依頼心されたらドンマイ。さあ、ナイス。まあ、なんか思ったより使えて今びっくりしちゃったっすね。なんか弱いと思ってたんですけど。はい、というわけで、ちょっとあちゃく今使ったんですけど、まあどうだろうな。強かったけど、強い時もあったけど、弱い時もなんかありそう。普通に今までよりマスケ、マザネク、ハンター、メガゴとか、まあその関係に戻りそうな気はするね。まあ使う人もいるだろうけど、大幅にね、使用率が減るんじゃないかなと思います。ちょっと皆さんのね、意見とかもね、コメント欄で書いてもらえるとちょっと参考になります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。